マイケル・ダメット、マイケル・ダメット、サー、マイケル・アンソニー・アードリー・ダムット会 BA、D ・リット、1925年6月27日から2011年12月27日は、イギリスの哲学者。ダメットは、分析哲学の歴史についての著述を行う一方、数理哲学、論理学の哲学、言語哲学、刑事上学などの領域で、 独創的な貢献を果たした。さらに、ボルダ式特典法を改良したと呼ばれる比例的投票法の提案者でもあった。またタロットについての学術的研究も行っている。さらに、移民問題や英語文法について発言したこともある。1944年にカトリックに改修し、晩年まで熱心なカトリックであった。ウィンチェスターカレッジに通った後、 オックスフォード大学クライストチャーチに進学。学位取得後、オックスフォード大学オールソールズカレッジに特別研究員フェローシップ職を得た。1979年、オックスフォード大学のウィカム寄付、講座論理学教授職に就任。1992年に退職するまで長い教師生活を送った。この間、 オックスフォード大学ニューカレッジの特別研究員だった子もある。1995年にショック賞を受賞。また1999年にナイトの称号を授与された。2011年12月27日、死去。ドイツ人哲学者、フレーゲの研究によって名を挙げた。最初の著作、フレーゲ言語の哲学。 1973年は出版までに数年をかけた利益作であり、今日ではフレーゲ研究の必須文献とされている。この著作はフレーゲの再評価を促すとともに、ガレス・エヴァンスをはじめとする当時のイギリスの哲学者たちに影響を与えた。1963年に発表した実在論についての論文で関連論。 有名論等の諸学派と実在論の立場に立つ論者との間に起こった論争史を総括し大きな話題を呼んだ。ダメットによれば前者の二論の立場は一言で言って反実在論であり両者の間には真理とは何かをめぐって根本的な不一致がある。実在論の場合真理は名称性と超越性という二面的性質を備えている。これに対して 反実在論は、この二つの性質を知り添け、価値的な真理という概念を導入するのである。歴史的には、両者の論争はある。種の実体が、客観的に存在しているか否かをめぐって行われた。従って、他人の心、過去、未来、一般概念、数学的実体、例えば自然数、道徳的カテゴリー、物質世界、さらに思考といったものについて論じるときにも、 実在論的な立場を取ることも、反実在論的な立場を取ることもできる。ダメットの総括方法の新しさは、こうした論争が、基本的に、数学の哲学の分野で、数学的直感主義が、それとも、プラトン的観念実在論家をめぐって行われた、論争と同種のものだと考える点にあった。今日では、ダメットの影響を受けた、イギリスの哲学者たちの間にある種、 ダメット以後の世代とでも呼ぶべきものが生まれている。こうした哲学者としては、ジョン・マクダウェル、クリストファー・ピーコック、クリスピン・ライトらがいる。ただし、哲学内部で専門を同じくするのは、ライトだけである。ダメットは、人種差別に反対する一連の著作などを通して、積極的に政治参加していたことがある。彼によると1960年代後半は改革の 企運が熟した時期であり、この時期に一時的に哲学研究を中断して、マイノリティの市民権用語のために活動した。ダメットは、選挙方法の理論的検討にも取り組み、ボルダ式特典法を改良した、独自の選挙方法を提案し、これをと名付けた。この領域でのダメットの発言は、著書、移民と難民にまとめられている。これは、国際的な移動の問題について、 正義の観点から国家が何をすべきかを考察したものである。この本でダメットは移民流入の拡大に反対する多くの人々が人種主義に基づいていると述べ、とりわけそのことは移民を厳しく規制しているイギリスの場合に当てはまるとしている。ダメットはフレーゲの研究に研究者人生の多くの部分を捧げてきたわけだが、 フレーゲの日記の中に反ユダヤ主義的な意見を見つけた、時、大きなショックを受けた、と述べたことがある。マイケル・ダメットはまたタロットの歴史についての、大一人者でもある。著作も数多いが、中でも1980年刊行の、タロットゲームフェル・ラーラから、ソルトレークシティまではタロット研究を語る上で欠かす、ことのできない足跡を残した。ダメットは、 トリックテイキングゲームにタロットカードが用いられていたことを主張しており、後年タロットという言葉から通常連想されるようカルト的用法に対しては軽蔑を隠さない。彼によれば中世にはタロットはカードゲームのために用いられていたのであり、占いのために用いられるようになったのは18世紀のことに過ぎない。ダメットは学級生活の初期から 現代のカトリック教会についての論文を、主にイギリスのドミニコ会機関誌、ニューブラックフライヤーを媒体にして、数多く発表している。また、アダーマス教会の機関誌に典礼について書いたことがあり、カトリック教会の生産についての教えが、哲学的にも理解可能であるとする論文を書いたこともある。ズンテリジェビラティオブ・ユカリスティック・ドクトリニン、ウィリアム・ジェイ。 エイブラハムスティーブン・ W ホルツァー・エズ・ザ・ラシャナラティオブ・レリジェス・ビリーフ・エッセイズ・イン・アナ・オブ・ベーシル・ミッチェル・クラレンドン・プレス、1987。1987年10月にダメットがニュー・ブラック・フライヤーに寄稿した論文は大きな論争を引き起こした。この論文でダメットは長年認められてきた正党的なカトリックの教義から 逸脱したいくつのカトリック内部の神学的潮流を批判し、カトリック教会が信仰していると称するものと、カトリック内部の多数派が実際に信仰しているものとの間に、今や食い違いが生じており、私の考えでは、こうした食い違いはもはや容認すべきではないと述べている。この見解に対して、神学者のニコラス・ラッシュや、歴史家のイーモン・ダフィーが応答し、 動詞上で数ヶ月論争が繰り広げられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。